今の時刻は5月11日の24時数分前。あと2分だ。12日の0時になった瞬間、最後のゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムが遊べます。うるさいうるさいうるさい、一人ずつ喋ってください。お。12時になったぞ。さて。すぐにできるかな。まあ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 、それはね。うわー、いける！はい、ということでティアキンゲーム実況やっていきましょう。今回初めて私たちの動画を見てくれたって方も多いと思います。ゆっくりボイスと生声の両方が入ってる変わったスタイルの実況ですが、よろしくお願いいたします。ニンテンドープレゼンツザ・レジェンド・オブ・ゼルダティアーズ・オブ・ザ・キングダム。ブレワイの時と同じだね。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムは王国の涙だよね、確か。意味合い的にはそうだね。お、ゼルダとリンクだ。ちなみに今回のゼルダとリンクは、前作ブレス・オブ・ザ・ワイルドと同一人物です。正気が濃くなってきましたね。これは…なんかただならぬ雰囲気だね。ハイラル城の地下でいいのかな。この地下へと続く洞窟も、思っていたよりずっと深いようです。気をつけていきましょう。はい。なんか頼りないな。ゼルダ、ハイラルの姫。いいね、噛み切ったね、ゼルダさん。え、これ操作できる？もしかして。おいおいおい、話そうぜ。ちょっと待って待って、ハイラル城の地下にこんな場所があったなんて。あ、会話ログとか全部見れる。モンスターソードも持ってる。めちゃくちゃ、おい、強すぎるゼル最強じゃん、このリンク。おい、すべての力取り、あ、ごめんなさい、はしゃぎすぎました。ハイラル城地下、任せてくださいよ。俺が援護します。まあまあまあ、前作やってるからね、基本的に操作方法は全部わかるかな。しゃがむと移動スピードが遅くなる反面、まあ、静かになるからバレにくいと。この正気に触れ、体調を崩す者も多いと報告を受けています。なるほど、それを調査しに来たの。私はこの程度なら大丈夫なようですが。強えな。二人は血筋的にも耐性があるのかな。それにしても、なぜハイラル城の地下からこんなものが。なんでだろうね。この先の調査は危険が伴うかもしれません。でもあなたがいてくれれば安心です。うん、もうハートマックス、スタミナマックスだったからね。早く原因を突き止めましょう。行こう。守りますよ、姫様。ちょ、先行ってますね。守らんかい。一緒に行く。ちょ、先々行ってみていい？これ待ってとか言われない？早い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 。おい、守る気あんのか、姫様を。あ、怒られるわけではないのか。マスターソードが光ってる。あ、そういうことだよね。魔を滅する剣が反応しています。ってことはこの先に何かがいると。なるほど、やはりこの奥には何かがあるのは間違いありませんね。ハイラルを襲った厄災封印後、城もずっと放置されていました。あ、そうなんだ。城は前作クリア後手つかずだったっぽいね。放置だったんだ、城は。まあでもそっか、ガノンがめちゃくちゃにしてたもんね、お城。その地下にまさかこんな場所があるなんて。気をつけて先に進みましょう。めっちゃ先々行っちゃったけど、まあちょっと行きますね、先に。じゃ、先に行ってね、安全を安全を確保してあげないとなと思いまして。ん？何？棺？なんだこれ？なんか倒れてる。古代文明の遺構。こっちは文字？あ、出た！ゾナウ族！なんかめちゃくちゃゾナウ関わってくるらしいね、今回。ゾナウ族？なんか、ブレワイの時に名前だけ出てきて、実際のゾナウ族自体は出てこなかったんだけど、その、至るところに文明だったり、こういうなんか石とかが置かれてて、ゾナウ族という存在だけはブレワイの時から知られてた。ただゾナウ族なんやねんっていうね、考察だけが進んでたんだけど、この彫刻もゾナウ族のやつ？私の持つゾナウについての知識に合致するものばかりです。ゾナウは遥か昔神話の時代にあったとされてる。神のごとき力を持ち、天空で栄えたと言われていますが。天空で栄えたってことはスカイウォードソードの時の話なのかな。多くの歴史書で語られていながらも、その全容はあまり分かっていない謎の多い文明。いきなり迫るね、ゾナウに。バチ当たりますね、これ。大きな耳、私たちとは少し違った姿。にしても天空の文明の遺構がなぜ城の地下に。さらに奥があるようです。行きましょう、リンク。待って、スカイフォードソードあんま覚えてないな、逆に。こんなやついたっけ。
話そうぜ、姫さんよ。もうゾナウで頭いっぱいだ。お、バチン。あ、ちょっと音が静かだね。ズバーンズバーンってなると思ったら。お、ムービー入った。大丈夫でしたか、リンク。任せてくださいよ。これ可愛いな、ゼルダさん。にしても二人だけで来るのちょっと危険じゃない？この壁画は戦争のあれか。王家に伝わる古文書には、今から遥か昔の神話の時代に人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが、うん、これ時岡の時の話かな。ハイラル統一戦争みたいなのあるよね。そしたらこれはその伝承が描かれているのかも。これゾナウ？これゾナウっぽくない？そうだよね。ゾナウ族と、とこれは私たちハイリア人のようですね。ハイリア人。ゾナウ族はまるで天から降りてきたように見えます。はいはいはい。私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし、神の一族と結ばれ生まれたと言われています。へえ。この壁画を信じるなら天より降臨せし一族とはゾナウ族、うん、その一族と大地のハイリア人が交わり、やがて起こった国が、はいはいはい、ハイラル王国。はい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 。しかしそこにガノンだ。邪悪なる者が現れ、王国の大いなる力を奪う。トライフォースだよねこれ。ん？違うのか。全て古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生し、それを打倒する戦いが起こった。うん、これここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、すごい、やはりこれは古文書に記されていた大戦争、封印戦争の全容が描かれた壁画。あ、やっぱそうなんだ。へえ。リンク、これは大発見です。大興奮。紳士的、持ちますよそれは。フルアが作ってくれたのですが、持ってきておいてよかった。パシャリと。こういうものを記録するのにとても役立ちます。一緒に撮りませんか、よかったら。スイッチみたいな形しような。あ、爆弾で壊せと。埋もれていて見られませんね。何が書いてるんだろうここ。爆弾持ってないのリンク。ここは一体何なのか。答えは。この先にあるように思います。今は先に進みましょうリンク。ほー、封印戦争ね。封印戦争が語られたってことは時岡のリンクは負けちゃったのかな。え、これ後々ここに来て壊すんかな。時岡の頃の時代の話で、うわー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 、これダメだよゼルダさん。やめ、これ絶対やばいっすよこの辺。引き返しませんか。うわ、やば。ただならぬ雰囲気。来ちゃダメな気するが。マジで一旦引き返してもいいんじゃないかなゼルダ姫。しまうなしまうな。今出しとけ、一番出しとけ今。あれは。行きましょうリンク。渾身の注意をお願いします。ちょっと待ってもらっていいですか。むむむむ。あれは、おお、謎の右手。
なんかこれトレーラーでリンクの右手になってたよね、多分だけど。動いてる。あー落ちちゃった。まがたま。なんかこれ結構鍵になってきそうだよね。あれ？音的にゼルダが使ってた力と同じ音だったぞ今。ホラーゲーム始まった。怖っ。おー、リンク！あ、やっべえ！おー、いけ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 。力取られすぎやろ。あっ、おー、それが大魔の術。喋った。我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。普通に喋ったんだけど。大魔の剣を持つ者、リンク。ラウルの言う希望。ラウル。この程度か。私たちの名を。え、なんか普通に動けるやんこの人。ハイラルか。ラウルはあの時岡に出てきた賢者みたいな人だね。ガノンを封印するのを手伝ってくれた人。ちょっとガノンが強すぎるよ。カピカピの状態でこれできる。ああ、カピカピになっちゃった。さらにリンク、体ボロボロなのに真っ先にその右手伸ばしてんの。え、嘘。あ、え、あー、さっきの手か。ほぼ映画見てるみたいな気分になるんだけど。ハイラルの人たちが。これはゾナウの力なのか？あ、リンクの右手になってる。これリンクの右手どうなっちゃったんだろ。じゃあもう一回改正の祠で100年眠るか。これ必要なさそうだ。あ、めっちゃ髪の毛伸びてる。あ、違うわ。え、ほどけただけ。お前は裸にならな気すまんねんな。気が疲れたようですね、リンク殿。めっちゃ男。こういうの大体女性だと思ってました。私は貴殿のことをゼルダ殿から聞いて知るもの。聞いて知るもの。瀕死の重傷を負われていたが命を取り留められたようで何より。ほんほんほん。貴殿の手は口、ええ、命に関わったので代わりにそうさせて。いや、ありがとう。手朽ちたのやばくね。マスターソードもろともいかれたんだけど、ガノンに。で、ガノンだよね、あれ、本当に。いや、さすがにガノン。ああ、まだ生きてる。ごめん。もろともとか言ってごめん。え、もうほぼもろともみたいなもんやけど。ごめん。ファイ。マスターソードはね、もともとファイっていう精霊だっけな、精霊みたいな子から出来上がった剣なんだよ。朽ちたマスターソード。
聖なる力が宿る大魔の剣、今はハイラル城の地下で受けた正気で刀身が朽ちてしまっている。切れるか、これぐらいだったら。1だったけど、どうやってそれつけたの、リンク。攻撃ね、オッケー。さあ、リンクの冒険が始まってしまいました。どこへ冒険しに行くつもりだ、リンク。すいすい、どこだこれ。なんか機械的だね、神殿っぽさもあるな。お、右手で触れろと。わお。お、ワープ地点ってことこれ。触れた場所がワープ地点になる。なんか全然違う気がするわ。回り出した、扉も開いた。ここどこか全然どこかわからん。どこだこれ。でも地下だよね多分。ゼルダ、ハイラル城の地下でいいのかな。崩れ落ちちゃってたしね。ささっと外出るか。ちょっと泳ぐの早い、前作より。前作ね、マジで加速ってやったらチャプ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 みたいな泳ぎしかできんかったから、今回だいぶ速くなってる。ここどこマジで。ほっ、ああ、高いところから落ちても、わあすげえリアル。水しぶき出るようになったんだ。あ、なんか宝箱あるよ。おー、すげえよかったな、裸じゃなくなったぞリンク。コンプラセーフ。お前は毎回裸から始まるからな。うわ、外だ。え、待って、上ないっすあの上着はどこですか。できればどっちかというと上の方が。いや、でも男なら下か。まあ下隠れてるしセーフ。え、上、あれ、まあいいか。あ、これ宙に浮いてんのか、やばー。うわー、広すぎだろ、えぐー、飛び込む死んじゃうてこれは。さすがにそんな勇気ないって。いやー、え、何の音もしない。いや待って、これ広すぎない、これ。だってまだ、うわー、竜も飛んでる、やばー。え、このだって今下に見えてるの、これ地上じゃないでしょ。これもまだ中だよね、これもまだ空中だろ。これの下にさらに地上が広がってんでしょ。いや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 、広すぎるよ。おい、何時間やるんだこのゲーム。始まった、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。やっていきましょう。やっべ、腹打つぞリンク。ちょっと待って、広すぎるよ。どっから行きゃいいんだこれ。もう多分だって何もないでしょこれ。あとはもう自由に遊んでねみたいな感じでしょ。やばー。え、待って待って、できること多すぎるよ、いくらなんでもやべえ。一旦木こりになろ。やべ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 、ごめんごめんごめん、マッソちゃうやん、ちゃう、冗談やマッソ。冗談とは。なんか来た方ね、木の枝の方が強え。マスターソード使い切ったらどうなんの、ちなみに。ああ、ごめんマスターソード。お湯すな。眠りについたらもう帰ってこれなそうだけど大丈夫か。やべえ、いろいろない。ちょっと木の枝、あ、持ってるわ。こんな感じでその辺に落ちてるものを拾って戦うのが前作からのゼルダです。これはね、こいつはね、俺見たよ。ゾナウエネルギー、ゴーレムなどの原動力、動力源として用いられる。ゴーレムなんか見たな、めっちゃゴーレムや。 PV で出てたねゴーレム。この辺はね、俺PV 実際に操作して遊んでるところ。待って、これ、え、何したらいいこのゲーム、みんなみんな何すりゃいいんだよこのゲーム。終わんない気がするわ俺このゲーム。あ、強そう強そう強そう。一旦装備いっぱい手に入れるか。まずは探索だ。待って、やばい乗り越えれると思いませんでした。いててててていててててててて済むの化け物、起きたら不思議な力で戻してくれるみたいです。あ、ん、何これ、カブトみたい。え、なんか、え、何これ、ガンダムみたい。え、何これ、あ、やばそうだリンクやばそうだ。やべえ、逃げよリンク。え、いや味方か、あれ、あ、味方くせえ、味方っぽい。
羊ゴーレム。お待ちしておりました、リンク様。あなた様にゼルダ様より、なに、なに、うわぁ、ゼルダ。なんでこれを君が。こちらはプルアパッド。あなた様が行くべき道を示す大切な、ゼルダ。ゼルダとまた、これどんぐらい経ったの、そのガノンに右腕持ってかれたタイミング。もうスイッチやこれは、ゼルダ。それはやろうぜ、やきにあれ。これスイッチや、プルアパッドやなくて、プルアパッド、スイッチやこれは。ゼルダ姫が愛用していた冒険に役立つさまざまな機能を備えたアイテム。開くプルアパッド。始まりの広すぎ何時間やればいいのこれ。しかもこれ空でしょ、ほんでこれまだ地面あるからな、やば。あ、取っていった分ね。はい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 。ゼルダを探して。目が覚めるとそこは空に浮く不思議な島だった。ゼルダ姫からの預かり物だと羊ゴーレムから渡された端末プルアパッドには地図が表示され、黄色い光点が示されている。ゼルダ姫の場所にいるとのことだ。そんなとこにいるの。もう全然すぐ行けるけど、とりあえず受け取ったよ、ありがとう。ありがとうね。うん、そのパッドの信号お待ちして。本当にいる？ここどこなの？時の庭でございます。時って言葉好きだね、ゼルダ。なんじゃ、これ時の神殿？イメチェンすごいな。おい、風変わりしすぎだろ、時の神殿。はるか昔、ここは王国の祭事を取り行う場所でした。はるか昔、時の神殿？ご覧の通り、今では訪れる者もいない寂しい場所になってしまいました。ん？時の神殿前作もあったけどさ、めちゃくちゃなんかもうボロボロになってたんだよ。これはどういうことだ？ブレワイの時にも地上に時の神殿跡地みたいなのあったよね。時の神殿さ。おい、戻せよ。不思議な力で戻してくれるんじゃねえのか、このゲーム。とりあえずタッチしておきますか。これなんだろう、ワープポイントなんかな。なんか地面にワープできそうな模様現れたよね、さっき。なんかワープ臭くね。全然違ったわいろんな能力があるんですね。まあとりあえず進んでいくか。とりまゼルダに会いに行こう。状況も気になるしな。笛吹きながらダッシュボタン連打したら、昔はね指しゃぶダッシュできたんだけど無理ですね。で俺らが行くのは今から向こうだね、あそこに行くんだけども、行こうにもさ、いやでもこれ飛び降りるパターンか。ここ行ってこい。何も持ってね。ついでに拾おうちょっと広すぎかこのゲーム。あ、でも全然普通に歩いていけそう。待って、広すぎない？これ想定のクリア時間何時間くらいなんだろう。時の神殿風変わりしすぎじゃね。でもさ、昔使われてたみたいな話をしてたけどさ、これはどっから湧いてきたんだ。これ地面に埋まってたってこと？いきなり宙に出てきたもんね。どういうことなんだろう。時の神殿来ちゃった。なんだお前、俺はゼルダ様にごめんなさい、すいませんでした。いって、強い、お前強いぞ、俺の剣は持った。よし、あー、盾。時の神殿、これ本当に時の神殿。もともとマスターソードが一番最初にあったのはここなんだけども、めちゃくちゃゾナウの資格なし。割れた今の剣の保持者ぞ、ボロボロだけど。ワッツ、ゾナウの手なんですけど。この扉は力を持つものでないと開かない。失礼、驚かせてしまったようだ。先ほど話をしたもの、その右腕の元の持ち主、元の持ち主ラウル。ラウル、待って、ラウルがわからんくなってきた。あれ、これ俺ラウル勘違いしてるかも。わけあって私にはもはや実体はなく、このような姿で失礼する。うん、さてこの扉は私の右手で開くはずなのだが、どうやら力が失われているようだ。うん、聖なる光の満ちた空間なら、聖なる光の満ちた、その手に力を取り戻すことができるはずだが。聖なる光の満ちた空間、そうだ。この島にある祠を回ってみてはどうだ。また祠チャレンジかあのちょっと変わったね、祠が前とは。きっと力を取り戻せるはずだ。なるほど。あ、行っちゃった。オッケー、ちょっと
とりあえずゼルダに会わせてくれ。心配だし一旦顔見たいね。何がどうなってるかわからんすぎるから聞きたい、ゼルダの話を。右根の主ラウル、え、あれ時岡に出てきた賢者ってラウルじゃなかったっけな。ちょっと調べていい？気になるわ。え、やっぱそうだよね、これラウ、え、は、おい、風変わりしすぎだろラウル。変わりすぎだろい。え、ゾナウ族？なんかまあでもいろいろあったんだろうな。いろいろが濃すぎる。とりあえずあそこに行けばいいってことですかね、じゃあ。なになになに、お、へえ、来れないだろお前、こっちまで。泳げないだろお前、機械だもんな。水に濡れた瞬間終わりそうだ。おぶやぶやぶや、ウホウホ、ちょ、ウホウホするな。ウコウホの祠ね。ウとコとホを並べんな。わーお、ちょっと神秘的な感じになったね、祠も。お、ラウル。まあでも髪の色は白。来ましたよ。ここはハマの祠。え、ウホウホの祠って書いてたけど、その昔私が光の力を込めて蛇を封じた場所。光の力を溢れ、光の力が溢れてる。その右の後ろの力を押せるそうだ。ラウルは光のメダルだっけな、もう確かくれる人なんだよ。光の賢者だったんだけど、右手。おわん。ウルトラハンド。もっとドラえもんっぽい。ウルトラハンド。離れた場所にあるものを掴んで動かすことができる。掴んだものは回転させたり、他のものに接着することもできる。マジでドラえもんみたいになってきたよ。その力の名はウルトラハンド。我が右腕から失われた力の一つ。ものを自在に動かし組み合わせる力。その力を使えば望む形が想像できる。もう神の手や。力を使い祠の最奥に行くことができればウルトラハンド聞いてるものとなるだろう。うん。ああ、ここで発動ね。まあでもこんなことしなくても俺多分力使いこなせるよ。おい、出れるんかい。それはダメだ的なことを言って止めな、ラウル。信じちゃいかん、そんな。リンクはリンクでも操作してんのはピロなんよ。え、ちょっと待って、もう一回見せられるこれ。そんなわけないよな。え、嘘だろ？マジ？え？あ、もう一度力を授けて。ドゥルルルルルーンってなってさ、画面にも出てさ、え、これもう一回やる？もしかして。ウルトラハ、もう、あ、もうほら、もう顔すら出してくれんくなっちゃったよ、ラウル。呆れちゃった。なんだ、想像する力、ウホウホの祠。あ、でも、前、あ、あれと一緒だね。前作のマグネキャッチと似てるね。前回は鉄系しか動かせなかったけど、今作は全部いけるっぽいな。まあでも、やってることは前作と変わんないな。え？これ届かなくない？長さ足りなくね。多分こういうことでしょ。図画工作2。え、あ、そういうこと？つけるって出てる。おほー、なるほど。すごい、くっついた。おい、どうやら物と物は全てくっつけられるみたいです。え、あ、でもあれは別にいいやつなんだな、あの渦巻いてたのは。何これ、うわ、すごいアスレチックだ。なるほどね。はい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 、なるほどね。はい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 。図画工作5。いや、これちょっと IQ 試されるね、今回は。 IQ とりあえず150ってところか。初手インフレ。これでウルトラハンドは本当に俺の力になったと。わお。あ、今度はゾナウたち。よくぞ最奥までたどり着いた。え、ゼルダとゾナウじゃん絶対。ここに収めし蛇を払う光を持って今そなたを照らさん。うわあ。おお、あ、ちょっとなんか蛇の力が、ありがとう。右腕がなんか軽くなった気する。古の蛇を封じ浄化していた尊い光の結晶、とても清らかな光を発している。祝福の光はそなたの力となるであろう。ちょっとなんかワクワクしてきたね。いや、お引っ込み思案だね。わあ、急に出てきた。
これで力を1つ取り戻す。なんか5個ぐらいあったぞ。この調子であと2つほど祠を守れば時の神に飛べる。オーケー、あと2つね。どこだ祠？これ一回ジャイロ切るか。酔う人いるやろ多分。視聴者の好感度100アップ。いやそんなそんな、視聴者への気遣いができるだなんてそんななくないですかあったあれか。ちょ、みんなマジでごめん、ジャイロやっぱオンにさせてくれ。視聴者の好感度マイナス500、減りすぎだろ。あった。え、なに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 、どっちが近い？どっこいどっこいやな。つけるちゃうなぁ、リンクさん。図画工作 1.5。 ここ、はい、オッケーオッケーオッケー。はい、図画工作5。あー、IQ120。 あ、操作精度2。あぶねー。あ、そう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 、乗るのむずくね。速攻ダッシュ。おい、人が作った作品壊すな。頑張って作ったのに。そんな付き方すんの？よーし、火くれてもうたわ。あ、こっちに来てたんだ、人を置いて。あ、焚き火してる。なんかお前強そうかも。後ろからゆっくり近づいてやるぞ。バレてない、バレてない、バレてない。これ味方じゃね？ごめんごめんごめん、違うな、違ったわ。ごめん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 、違う違う、しつじリンク、あ、大工のゴーレムだ。前方を見据え正面から向き合う。うん、許してください。これは失礼。丸太を切り出すのについ夢中になっていました。お前ら見た目が分かりにくすぎる。木自由に使っていて。あ、出す。何してんの？何してんのあんた。こんなとこだよ。彼らは今も変わらずに働いているんだね。もともとは我らの従者として作られた存在だったが、我々は共に暮らす仲間のように思っていたよ。未だに己をなすべき責務を果たしているのに驚いたが。うん、使えるべき存在がいないというのは少し寂しいね。俺たちがその役目を担ってあげるべき？おい、もう1時間経つぞこのゲーム、俺、初めて。全然進まねえ。何も進む、何これ。こうして寄り道を繰り返します。なんか、一生なんかある。おい、登れるぞ。え、掴めるんだけど。え、何これ。浮く？もしかして。あ、浮くんだ。これ持ってこ。君は何のゴーレムだい？あ、弓矢だ。お静かに。ごめんごめんごめん、狩りの真っ最中でございます。狩り？森に生息する野生ゾウを使ってるんです。あ、あれか、ほんとでっけえのいるわ。オッケー、弓矢持ってるよ。邪魔、頭狙う。ゴーレムさん体力ある、あいつら。待って、こっちにもあるんだけど。え、いっぱいあるやん。てかこれくっつけらんない？重たい。これは絶対後々武器となるからなしょ。ああ私はここから見る時の神殿が好きでね、いつもここで立ち戻って回ってるの。おー、いいね。時の庭は静かで、朝と夕刻を告げる時報、時の鐘だけが辺りに鳴り響いていた。鐘が鳴るとこの島の顔も様変わりしてね、例えば夜になる。ほへー。ラル見てこれ。ラル、俺これの使い方合ってるか分かんない。移動はやっぱできないんだよね、持った状態で。ほな、やっぱこうやって使うものだろ、これ。こうでしょ？こういうことでしょ？この距離だったらリンク飛べるだろ。はい！うわっ！冷や汗かいてる。さすがにあのリンクさんも冷や汗かいてます。ホタル持っていこうか。よし！静かホタルだって。別に何かがあるわけではないか。あ、なんだお前、やんのか？おい、やんのかお前。ビビビビちゃうぞ。お前これに勝てると思ってんのか？なんで持てへんのこれ。ここの水をさ、渡るための船みたいなのがないときつくない？これで探すのが一番早いと思う。うわー、作れたわ。なるほどね。はい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 、任せてくださいよ。図画工作後の船見せてやんよ。ゆったりとした旅が始まりました。この座標一バグ。よーし、着いたぞー。おい、まだチュートリアル2個目やぞこれ。全部の動画1時間くらいの尺になってしまいそう。右手を出す。剣みたいな形だ。剣、あ、これあれか、武器にひっつけるやつ別物か。武器にひっつけるのと剣っぽい。あ、そうだよね、スクラビルド。スクラビ、物を一つ組み合わせて新しい武器を作ることができる。まずはこの先にある剣を抜き、それに力を与えてみるといい。スクラビ、おお、すごい、こうやって選ぶんだ。一旦なんならこれで抜けるぞ。え、
違うの、今ゲットしただけだよね。なんか、え、違う、くっついてる。武器と武器もくっつくのか。おい、めっちゃ強い剣出来上がったぜ。負ける気がしない。なんなら俺もつけようよ。あ、え、縦につけるの？もう縦じゃないだろこれ。え、うわもう盾じゃないだろこれ。おい、パリーがめちゃくちゃ強い武器になる。なんか鳴ってる。なにこれ、え、全部もらっていいの？え、いいんすか、いいんすか、こんなもらっちゃって。まあね、俺完全に理解しちゃったわ。こういうことでしょ。おお、すごい。炎のやだ。開きたまえ。鍵があるらしいわ、どっかに。鍵見つけなきゃ。鍵？あ、ありじゃないですか。これで一発なんですけどね。強すぎる。もう剣いらねえやん。鍵ちゃうんかい、ほんで。ちゃうな、多分なんかあるな、これ。この意味深なこっちなんだよ。ん？なんだこれ。ん？ん？待って。ちゃうな、これなんだ？え、違う、待って待って。違う、違うねん、違うねん、リンク。使い果たすとこだったわ。燃やせば木の板が燃えてなくなるのね。いい謎解きじゃないですか。よーし、お、ゴールかな。終わり見えたね。ん、なんだろう。お、やんのかい。こちとらギルド武器量産中だぞ。やば、お前はお前でなんかすごい。わー、ガッチャンコー。しかし天才リンク君、思いつき、お前を燃やす。は？先手必勝だろ、こんなもん。おい、目が覚めた時にはもう絶望の状態だ。俺には岩の盾がある。うれうれうれうら、なんか普通に剣で切った方が強そう。盾弱。壊すには役立つっぽいね、これ。あ、ちょっと待って、盾壊れちゃうわ、これ。お、強そうな弓。ドゥルドゥル。さて、2個目だぞ。お、執事ちゃん。執事ゴーレム好き。どうしたの？またしそびれたものがあり、参りました。どうしたの？どうぞ、なんか可愛く見えてきた、この子が。なんかこれ、めっちゃ気持ち悪いんだけど。だいぶ見た目キモいんだけど。何これ。バッテリー、めっちゃ普通のバッテリーだった。携帯しやすいようベルトなどに取り付ける工夫がされてる。ありがとう、工夫してくれてたんだ。お渡ししたものはバッテリーでございます。この地で使われるゾナウギアという道具を使うために必要なものでございます。ゾナウギアはここにありませんので、この先の洞窟を抜けた先にいるゴレムにお尋ねください。使い方も教えてくれるはずです。お渡ししたバッテリーどうぞ。かつやこ、お前じゃないな、絶対な。ただ、俺ちょっと武器が欲しいんだわ。強え、これ。これひたすらビルド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 していくべきなんだろうな。え、戦うの？え？え？お前らは敵同士？あ、でもそっか。だってゴーレムだもんな。こいつらはゾナウ族が作ったものであって、ガノンが作ったものじゃないから、一応敵対関係なんだ。で、俺らのことを知らないから、俺らのことも敵と見なすと。何でもいいから取り付けられるものを取り付けておきたいな。よし、もうなんか見た目すごいことになったぞ、リンク。体当たりで敵倒せそう。発見！なんか洞窟見つけました。うわ、なんかやばそうだな、います！キモなんだ、あれ。キモー！へっしょやったわ、ほんで。え、待って！え、これ主様じゃん。洞窟に生息する迷いが落とした不思議な結晶。あ、なんか前作の時にね、あの馬なんだけど、あの、ま、馬的な感じで背中に乗れるんだけど、光り輝いてる山がたまに光ってる時があって、その山、何してんの、リンク。あれ、ちょっと待って、あれ、俺なんかゴーレムに会いに来た。おお、やったー、服だ。ダメだこりゃ。似合ってるやん、かっこいい、リンク。かっこよ。いいね、来てよかった。あ、
お前たちか。話には聞いてたです。向こうへ渡るためのイカダ壊れてしまい、立ち往生してます。本来なら向こう岸へ資源を運搬しているところなんですが、ジョナギアが無事だったのか、ジョナギア。ジョナギアをご存知のようですね。この地では必需品です。あ、これがゾナギアなんだ。これもね、例えばこれは扇風機、急に現代になった。叩くと起動し、いつでも風を作り出せるのです。ああ、なるほどね。俺が持ってるバッテリーが動力源になるのか。はい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 。バッテリーはゾナギアを使うのに必要なエネルギーが作られたもの。ゾナギアを使わない限り自動。ああ、なるほどね。エネルギーとなるのか。はい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 。いろいろ説明しましたが、今我々必要なのはイカだ。ゾナギアは大変便利ですが、使いこなすには様々な工夫が必要なのです。任せな。もうここまで散々俺は作ってきたからね。俺が最高のイカダ作ってやるから待ってな。こうするとで、後でこれにつければ何は露天ね。進んでいってくれると。え、乗ってかない。ね、乗せていってあげるよ。あ、乗りたくない。イカダ壊れてしまいました。直してあげたよ。え、イカダ作ってあげたよ。話聞いてよ。運搬のイカダが大配信修理できるかどうか。え、イカダ作ってあげたよ。どうやったらこの子たちに伝わる？教えてラウル。初めに作られたのは執事ゴーレムだった。話聞いてんのかお前は。我々より知識を蓄えてる場合もあって。ええー、すごいね。なんか現代の AI みたいな話になってきたの。叩けばいいって言ってたな。ほら、作ったよ。え、でもこの子たちをさ、乗せていってあげる的な話じゃないの？ほら。身を守りますやねん。ほら、おい、見ろこれ、ほら。これ使え、ほら。しゃ、いけいって。あれ？あ、もうこれ、まとめて起動なんだ。うおー、はえー。タイガーネ到着。特に険しい山道、うまく環境に適応することが肝要です。私はここをゆかり皆様に山道を行く心をお伝えしているのですが、あなたもなんだい？教えてみな。山道を行く上で大切なのは、火をうまく使うことです。火を起こせば料理をしたり。あー、なるほどね。薪に火打ち石を並べ、金属や鉄製の硬い武器で叩くことでいつでも火を起こせるんです。他にも。なるほど。鍋さえあればいつでも料理可能です。所在を、鍋持ってないんだが、いずれにしても火を起こす備えが大切です。なるほどね。ありがとう。え、どっかにあるだろう、多分。じゃあ、この辺のさ。ほらに。鍋あったわ。こういうことですよ。ちょっといっちゃ料理しますか。これ手に持って、これも手に持って、あとリンゴも一緒に行こうか。リンク料理できるの？ほい。できます。料理なめんな。高音時炎攻撃、なんか表たんとちゃうのできた。体ポカポカするの作りたかったんですが。熱い場所で攻撃が強くなる。へえ。ちょっと待てよ。あったかいものが欲しいんだ俺。これさすがに。ちょっとゲテモノ作ってみようか。エネルギー焼いてます。爆破すんぞ。あ、食べるかい？ゴールムさん、なにこれ登録。あー、なるほど。そうして、いや、これはでもこれでいいとして、もっと風力、2倍風力いこうぜ。2倍風力、2倍でしょこれで。動かんだろこれ。おい、早い早い早い、マジで早い、マジで早い。動くんかい。え、なんか暗闇でーす。なにここ。うん、ここは他の洞窟に比べても特に暗い場所でございます。さっきの洞窟採掘場へ向かうなら明かりが必要ですが、光物とも。何それ、光ってるね。光り輝く性質がある。種を剣で叩いたり矢につけて放つ。あ、へぇー。はい。これで叩けば光ってくれるのね。おお、すごい。あ、弓矢だったらこれでパッてつけれるんだけど。おお、すごい。こうやって明るさ確保すればいいのね。ナゾニウム。ゾナニウムだった。え、なにここ。溶鉄状みたいのある。あっちあっちあっち。ゾナニウム精錬作業に集中しておりました。精錬し他の素材に作り変えることができる。精錬？ゾナニウムをロデとかし用途に応じた素材に加工すること。剣が作れたりするってこと？精錬でできた素材の説明をしますと、ゾ
ゾナウ製品の動力、ゾナウエネルギー。そのエネルギーを固めて閉じ込めたゾナウエネルギーの結晶。ゾナニウムは別の性質も素材変化する。ゾナウエネルギーの結晶が分かんないよ。これ何に使うの？バッテリーの材料。バッテリーの残量が増えるのかな？これと交換しろってこと？なるほどね。1個ぐらいちょっと交換しといてよ。バッテリーの残量っていうか、最大量を増やせるのか。ゾナウカプセル？なんだそれ。カプセルに入った持ち運び便利な携帯型ゾナウギア。なんこれ。扇風機パッと出せるんだ。なんでもありやん。マジドラえもんみたいになってきた。つけらんないだろ。違う、つけらんないよ。トロッコ盾についちゃった。おお、出てきた。行ってきまーす。怖すぎる。ちょっと怖すぎるか。宝箱あるわ。行けばよかったな。行け。あそこだよね、俺今から行くの。遠くね。めちゃくちゃ遠いんだが。待って、マジ行けるところ、友達のところに行きたい。何これ、コログじゃん。どうした、本作もいるのか。金僕が見えるの。僕はコログ、森の妖精さ。友達と一緒に世界を旅してるんだ。だけど友達とはぐれちゃいけんにゃー。あっちに行きたいの。のろしを上げて待ってる。こいつモテるのこれ。よいしょ。はい、連れてきたよ。こんなものしかあげられないけど。待って、コログの実またあんの今回。ちょっと匂うらしい、臭い。よかったな。待って、なんこれ、気づかんかった。何これ、ガチャガチャみたいなのある。ガチャだ。ゾナウギア製造機、ゾナウカプセル。これゾナウカプセルなんだ。どうやってやるの。投げるのか、ここに。ほい。なんだこれ、カリュウの頭。へぇー、新しいの来た。なんかすげーのいるぞ。なんだあれ、ちょっと待って、なんかワクワクするの俺。ちょっと腕試しでもしましょうか。そろそろね。なんか中ボスっぽいの来た。何これ、ブロックゴーレム。うわお、やばい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 。なんかそれ攻撃っぽい。なるほど、はい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 、なるほどね。大体わかりましたよ。すべて読めました。弱くないかい、ブロックゴーレムさんよ。タコ殴り状態だ。かっこいいかっこいい。形が変わった。なんか別の形態になった。でもめっちゃ足遅いから、もはやまとやばいかも。強すぎる。で、これに関しては弓矢が結構有効っぽい。ほい。一回当てれば動きが止まるっぽいね。ほい。下で当てるとこうやってひるむのか。下側限定か。じゃあこっち向かせて、ここ打ってひるんだところを殴ると。はい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 。ちょっと初見攻略いっちゃっていいっすか、自分。やばいかも。強すぎる。海星の矛が入ってたのかな。なんだ、何になるんだ。なんか待って、怖っ。やばいかもそれ。復活する。なるほど。待って、はい、降りてこない。なんか効果薄いね。弓矢なくなるなこれ。ん？待って、わかった。そんなね、絶対こっちだろやっぱり。オッケー、あれ引き剥がせばいいんだな。うおーべー。まあ外に落としてやるのも手かなと思ったけど、正々堂々。待って、焦るな。待って、背後に行きやがった、あの野郎。勝てると思うな俺に。リンクさん、しかしそこは見えているのです。よし、
勝ちだ俺の。おお、うひょー、なんかいっぱい落ちた。え、なにこれ、なんか携帯鍋、お、鍋やった。これで雪山渡れんぞ。え、なんこれ、なにこれ、なんすか、こう、なん、あ、わかった。ははー、つえー、めっちゃつえー、エース来た。あ、ポカポカでしょこれ、やったそれ、これがないと始まんなかったんすよ。ってことで、ポカポカする料理作ります。キノコ持って、持って、料理は？おい、なんか普通の飯できた。ポカポカどこ行ってん。おい、全然ポカポカせんて、お、食っちゃった。ほんで待ってよ、ポカポカ1個じゃダメ。あ、これ2個以上混ぜて作るのか。ポカポカこれ何個か入れないとできないっぽいな。2個ぐらい多分持たないとダメ。頼む、これでなんとかなってくれ。できねえ肉か、キノコじゃダメか。違う、やっぱ上行けるんだ。あー、なるほどね、こっから行けと。オッケー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 、一撃でやれ。よし、肉肉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 、変にいろんなもん混ぜたらダメ。焼いて、え、もうこれでいけるだろ。ちょ、頼む、マジでいい感じに。もうスキップもしない、スキップが悪さしてる説ある。来たー、そしてオッケー、3分ね。よし、今のうちに走るぞリンク。うわ、なんかめっちゃ神殿だ。発見、洞窟だったん。ここはあったかいんだ。おお、爆弾場だ。うお、懐かしいものが。なんかちょいちょい時岡とかその辺の要素を散りばめてくるようになった。な、なに、あ、またいた。え、なに、キモ、やば、なんだこいつ。絶対爆弾だろこれ。暗いな。なんか出た、やばい、これマジクソキモいんだけど、ずっとこっち見てくる。やっぱ爆弾花じゃないとダメだ。ボーンってやったらなんか飛び出してくるから、これを殴る。おい、オッケー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 、強くね、硬いなこいつ。待て、死ぬほど硬い、こいつの出番だ。ほい、へい、強いぞこの武器は。キモすぎやろこいつ。お、なんか出た、ライクライクだこれ。あ、ライクライクなんだ。また懐かしいのが。食べられるやつじゃん、近づいたら食べられて身ぐるみ剥がされるやつや。お、オパール。そう、なんかね、結構ルピーとか宝系落とすんだよね。すげえ綺麗。あ、待って、もうこれ真上じゃん、この上だ。これ何、普通に登ればいい壁。え、違うよね、そうだよね、やっぱ滑るってことだよなこれ。どうやって登るんだ。ん、なんかあるこれ、多分こういうことでしょ。こうして、こうして、で、気合いや、こうなったら。よーし、気合い、やっと着いたー。グタンバチ来たようだね。さあ右の手を出して。なんとここまで約2時間経過しています。まだチュートリアルも終わってないようなこれ。ビビ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 、あ、やっぱそうだ、壁の中潜り込めるんだよ。語彙力なくなってきた。取れるー。モノマネする元気もないじゃん、本気でやれ。取れるー。真上に飛び上がり、天井を抜け、通り抜けて地表に移動することができる。ああ、こういうところで、あ、え、待って、おお、いけた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 、めちゃくちゃぶつかったみたいな感じになったけど戻れるんだ。ほえー、めっちゃ便利じゃん。どこし見せられない予感出すのなんなん。へえ、すごいぶつかるやん。あ、一旦ここ経由しろってこと。思ったより高さは出ないっぽいね。なるほどね。はい、へえ、すごい、もう何でもできちゃうやんこんなん、マジで。イエイ。てかこれ普通にさ、すっげえチュートリアルの部分で、これ動画にした時に今何分になってるかぶっちゃけ分からんけど、今録画時間2時間超えてるからね。動画時間も1時間超えそうですよ。上のこのちっちゃい一つの始まりの島だけで2時間だぞ。どうなっちまうんだ俺。どうやらその手に必要とされる力を取り戻せたようだね。今なら拒絶された時の神殿の扉も開くだろう。いやー、ゼルダ会えるんかな、ちゃんと。あーん、
ゼルダ会える？これ本当に。だからびっくりしてるんだよね、これ多分。おーい、今更。しかも下半身だけ。こっちは何？これ。違う。お！え？なんだこれ？飛んでいける？これもしかして。飛ぶわけではないか。なんだろうこれ。もしやそういうことなのか、ラウル。ラウルよ。お前は、お前が、俺に求めているのはこういうことなんだろう、ラウル。普通に滑っていけ。いけ！うおー！挟まってます、隊長。今度こそ。いけ！ついでに飛べ！よいしょー！うわー！おー、すごい！おー、飛べたー。あ、すごい、滑空するんだ。へえ。え、これ大丈夫？これ多分そもそもいらないよな、この風。中でも飛べるんだろ、これ多分。もう電池切れ見たことないし、電池切れるの待ってみるか。飛べる。なくても飛べる。おー、すごい。ゼルダ機、待って、降りれないっすこれ。え、これ水だよね、下水だよね、これ。行きます。うう、やっと会えるゼルダに。おお、開いたー。時の神殿。え、スカイウォードソードの時のまんまじゃね、これ。こんなんだったよな。まんまではないか。なんかめっちゃ似てない？スカワの時もさ、なんか車輪みたいなあった記憶が。気のせいかな。ちょっと詳しい細部まで覚えてないんだけど。記憶、あ、え、あ、ここ見たね、このシーン。手を、引っ張れ。力が、お、うおぉ、新しい力？読めねえ。ゼルダ？びちょびちょなんだけど。戻れこ、あー、物の移動を逆再生して元の位置まで戻すことができる。これもなんか PV とかで見せてくれてた、実際にプレイして。物の移動を逆再生する力、戻れこ。そしてゼルダ殿は消えてしまった。何が起こったのか私にもわからないが、今のは彼女の強い残留思念のようなものか。ラウルもそういうもんだもんね、言うたらね。キレンが受け取ったその力、きっと何か意味があるに違いない。え、待って、大地に降り立てるのこれ。ちょっと戻れこう。ゼルダはどこへ？
なるほど、滝の神殿がもうまずなんかあれみたいになってる。ゴリ押しでいけそうではあるな。お、典型が降り注いできてる。うっすらと微笑みをたたえている。うっすらと笑みをたたえている。は、あ、開けるやん。嘘だろ。なるほど、衰弱した今のキレンの体では少々心もとないようだ。もう一つ祠があるなんだと。4ついるのかい。4つ集めて捧げることによって体力か、もしくはスタミナかをアップさせてくれる。ちょっと待って、ワープ機能が備わっているらしいぞ。青い菱形の印から元行った場所に行ける的な感じか。オッケー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 。残る祠に行ってみると、あ、え、あそこ、オッケー。チュートリアル終わらなさすぎるだろ、いくらなんでも。え、あ、ここに来たのか。一番初めのとこだね。今ならできることが増えてる気がする。上も行けるぞ。あれ、戻れ子も使える。待って、なんか壁にひび入ってるけど関係ないか。こういう一番最初に来たところへ戻ってきたらやれることが増えてるのワクワクする。何がある。え、怖いんだけど。あ、ここか。神殿か、これ。神殿じゃねえ、祠か。4つ目の祠ってここか。バッテリー製造機。あー、いいね。ちょっとこれは増やしてほしいかもな。これ1個しか持ってねえ。そこをなんとかゼロ2つ減らして負けてくんねえか。もうただだよそれ。ということで貧乏人は祠へチャレンジします。戻す力。あ、すごい、この跳ねるところまで全部一緒に。あ、すごい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 。あっぶね、ちょ、死にそうだったぞ今。リンク大丈夫か。水の流れにも逆らって戻れます。これは、え、ああ、重なった瞬間か。へぇ、オッケー、よーし、4つゲット。これチュートリアル2時間経ったぞ。今までやったゲームの中で一番ボリュームあるかもしれない。ハート増やしてください、お願いします。ハートの器、お行きなさい。この世界に安寧を。俺が安寧を取り戻すんだよ今から。この世界守ろうぜ。行くぜ。別れかい。ここで。よかった。扉を開くことができたようだね。正気に蝕まれた貴殿の体はまだまだ万全ではないが、祠で得られた祝福の光の力でわずかだが正気を浄化することができたようだ。うん、ありがとう。過ごせた時間は短かったが、君と話せて嬉しかったよ。ラウルは多分時岡の時のラウルの通りだった。なんて言ってたの。時岡の時のラウルの名前をそのまま引き継いでるだけなんだろうな多分。あの子をよろしく頼むよ。お、任せな。今思えばゾナウ族とハイリア、まあ言ったらゼルダだろうね、ゼルダの子孫たちがハイリア族なんだから、
めちゃくちゃ遠い遠い親戚になるのか、ラウルとゼルダは。なんならこのリンクもそうなるのかな。なんだこれ、光ってる、乗っちゃった。めちゃくちゃ失礼なことしたかもしれん今。また新しい力くれるのか、ゼルダ。あ、ファイ。トロッコ外してくりゃよかった。ここでしばらく眠るのか。え、復活する？もしかして。お、戻る。時ごと戻ったって、さっきのずっと飛んでたやつだ。お前ラウルじゃね？ってか、まあ、色合い似てんぞ。めっちゃ全然似てなかった。影の問題でした。うわ、地上が見える。おい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 、何十倍も広い世界がまだ広がってんぞ。この上だけで2時間かかったぞ俺。あ、リンク、私を探して。どこにいるんですか。ハイラルの大地へ。うわー、マスターソードが謎の光の中へと消え、白き竜が天を昇り雲海を切り裂いた時、私を探してというゼルダの声を聞いた。居場所の手がかりをもとへ地上へ帰還しよう。勇気を持って目覚めた島から地上へ飛び込む時だ。うわー、行きますかー。いざ、ハイラルの大地へ。はい、脱線折り方。